はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、融合強兵というカードを皆さん実装されましたが、ご存知でしょうか。これね、エクストラデッキの融合モンスター一体を見して、でそのモンスターにカード名が記されている、融合祭モンスターを、特殊ができると。エクストラデッキまた墓地からね。でこれどういうことかっていうと、要は例えばですね、ナチュルエクストリオを見た場合、ナチュルビーストナチュルパルキオンって書いてあるんですけど、これどっちかを出せるんですよ。で、単純に出てきたモンスターは、相手のターンの終了時までは、攻撃ができないし、効果が無効化されるよという効果が、ありまして、まあ、要は、その出てきても相手のターンの終了時までは何もしてくれないよというところなんですよね。で、じゃあ、どういうこのカードと相性がいいのかというご評価は、基本的にその出てきたモンスターを素材にして融合したり、その出てきたモンスターを素材にしてシンクロしたり、エクシーズしたりすることができるデッキと、とても相性がいいんですよね。で、まあ、いろんな使い方あるんですよね。OCG の方では結構ドラゴンマギア出したりとか、いう風に使われていたり、あとキトカロス出したりね、することもできるんで、キトカロスと融合したりとかっていう動きをしていったりするんですけども、これ、今回持ってきたのは、ナチュルエクストリオにナチュルパルキオンビーストが、記されてますんで、ナチュルです。はい、久しぶりに持ってきました。これ何が相性がいいかというと、まずですね、融合強兵がナチュルモンスターを、エクストラデッキからポン出しできるので、ポン出ししたモンスターを下敷きにして、このバンブーシュートというモンスターを出せるんですね。アドバンス召喚するんですけど、これナチュルモンスターをリリースしてアドバンス召喚に成功したこのカードが存在する限り、相手は魔法トラップカードを一切発動できないという、あまりにも、強すぎる、効果を持っていまして、これタケノコ、このタケノコ宇宙最強なんですよ。相手が魔法トラップを使うデッキであれば、マジでほとんど何もさせないということもできます。ミカンコとか、ラビリンスとか、それから、まあ、ルーンとか、あの辺が、ほんと何もできなくなるレベルでクソ強いです。で、さらに、まあ、ポン出ししたナチュルビーストおよびナチュルパルキオンプラス、融合樹印生物地、この融合樹印生物地の効果、こいつが、融合祭を墓地送るとフィールドから、融合祭としての地属性の融合モンスター出せるということで、こいつが出せます。だから、融合強兵プラス融合樹印生物地でエクストリオが出るし、融合強兵プラス、バンブーシュートで、魔法トラップ完封できるということなんですね。この動きをメインにやっていきたい。で、一応ね、ナチュルのデッキは、まあ、結構ね、ハルキショーと相性が良くて、召喚剣を、使わずに、展開して地属性モンスターしかほとんど出さないんで、なんで、結構ね、強力な盤面を敷くことができるんですよ。ビーストとか、まあ、この辺がカードが引けなくても、ナチュルのデッキで戦えるように今回はデッキしてあります。はい、早速ですね、この、宇宙最強融合強兵ムーブおよび融合樹印生物士の効果使って採用モンスター爆誕させていきましょう。デュエルスタンバイ。あ、融合強兵来てはいる。下敷きは用意できそう。タケノコ来てのでかいな。タケノコ来てのマジでいけるぞ。融合強兵発動。魔法トラップメインでね、使うデッキだったらね、めちゃくちゃ強いんだけどね。やっぱモンスター敵化によってると、あー、なるほど、融合とか、まあ、キマイラとかラビュリンスとか増字重、いや一応打った方がいい気がするね、これね、チェーンで、ナチュルの春風発動、ちょっとドロー枚数ちょっと減らす、方向性でいきたいと思います。さあ、手札は墓地から、ナチュルモンスターを特殊召喚できるということで、ナチュルモルクリケットを特殊召喚、まあ一応こいつを下敷きにして、バンブシュート、タケノコ出すっていう動きも一応できるんですけど、本当はちょっとね、春化粧展開したかったんだけど、ちょっと今回無理そうなんで、まあ、あとは相手が魔法トラップ使うできないことを祈るしかないな。ディアベルスターとかにすげえ簡単に殴られたりするんで、バンブシュートが。だからそれがね、結構やばいんですけど、ただ、一応、ナチュルボルクリキッドが、バトルフェーズ終了することができるナチュルをデッキから出してこれたりはするんで、まあ、一応それでね、防御していければいいかなっていう感じですかね。まあ、とりあえず、ちょっとバンブーシュートで頑張ってもらいましょう。一旦バンブーシュートで頑張ってもらおう。はい。さあ、どうする？魔法トラップ使うデッキになってくれ。あ、ドラグマ！って当たんだろうな。これラビリンスじゃない？
これ多分ラベルじゃない、ドラグマパニッシュメント入ってるエクレシア、いやこれ多分ラビリンスなんじゃないかな。ラビリンスはね一応ね、まあバンブーシュートが、まあ、一応その姫様が出てきて殴られることとかはたまにあるんだけど、多分ねこのターンではあんまないでしょ。ナチュルモルキッド、モルクリケット効果、うわうららかこれ、なんだこれ、えこれってさこの感じ多分姫様出てこねえと思うんだよな。あ G か、なるほど、あオッケー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 、まあまあまあいいでしょう、 G はいいでしょう。いやこれ多分スティングバグじゃなくてこれカメリアでいいんじゃねえかな。このデッキはさそんな簡単にさ2000打点ポンって殴られることないと思うんだね。今アリアス入ってるからな、たまにななんか普通に出てくることあるけどな、アリアスでなんか、いやアリアスやだな、アリアスからのなんか上級みたいなね動きされるとちょっときついんですけど、あと普通にモンスター2体並べられてリンク召喚みたいなことされると結構きついんですけど、まあでもエクレシアあれかもう出して効果使ってるからもうエクストラデッキが出てこないか、多分これでいいな。ちょっと次のターンの準備一旦、ちょマジで殴んないで、いや怖い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 、2000打点な、2000打点超えられたら多分負け、これ2000打点超えられたら負け。あちなみにバンブーシュートがいる状態だともう相手魔法トラップ発動できないんで、もうあのそのはセットしたカードとかも一切発動できないんですよ。はい、ていうだから魔法カード打つとか天帝の人とかも打てないんで一切バトルね、オッケー、ああ全然いいですよ、あオッケーオッケーオッケー、ナチュルカメリアは全然殴られてオッケーです。いやこれってよし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 、オッケー、バンブーシュート、バンブーシュート強いぞバンブーシュート強いぞ、バンブーシュートめちゃめちゃ強いぞ、よしよしよし。あのクセカードはちなみにね何にも気にすることはありません。なんでかというと発動ができないからです。はい、相手の伏せカードは1ミリも発動できないんで、ナエカス打ちます、ナエカス打ちます、カメリアぶち込みます、で、デッキからオカメブ加えます、でモンスター特殊召喚します。あてか今これあれってかぶってたから、これあれだったりカメリア墓地に行ってるから、一応あれかウララケアでオカメブの方が良かったかもしれない。オカメブじゃねえや、だけナイカスコストにすればよかったよ。これで新生児効果でナチュルの春風を持ってこさせてもろて、オッケーで、サンフラワー一応ねコストにして立てておきまして、デッキ鑑定団に加えるのは、いや一応こいつなんかな、もうこれもあんな、ワンドローマン結構強そうだな、ワンドローマンもある。でモンスター特殊召喚します、これサンフラワー出しまして、ほんで万が一バンブーシュートがぶち壊された時のためにパルキオンも出しといてこれで大体大丈夫だろ、これで大体大丈夫、どっちか死んでもどっちか生き残るから大丈夫で、さらにエクサデッキからナチュル出てきたんでモルクリケットが特殊召喚されていく。で、ナチュル、系モンスター蘇生しながらナチュビマーレ立てるかどうか問題だな。それこれだいぶ展開力が上がっておりますね。あ、いいです。魚もまあ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 悪くないですよ。で、これで、さらにカメリアを特殊召喚していく。よし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 、いいぞ。非常に、非常にいいぞ。ディモールといい。一応モルクリケットであれしますか、なんだっけ、打点かつ、攻撃無効カメムシ出しといて、これで大体大丈夫、攻撃も止めれる、バンブーシュート殺されてもパルキオンいる、でパルキオン殺されてもバンブーシュートいるということで、これ大体ロック決まったんじゃないですかね、さすがに。さあ、パルキオンでぶん殴っていく、 OK、 よしよしよし、あーやべ、あいつ戦闘が下がられた、ちょっと待って、エクストラからできたモンスターとの戦闘で破壊されないみたいな効果あるんだよな。ちょっとごめん、ミスった、ミスった。まあいいや、もう大体大丈夫だろ、この盤面作っといたら。大体大丈夫でしょ。さすがに。まあ一応、ナチュビ出しとく？なんかかっこいいし。ナチュル全員集合しよっか。ほら、これでもう何もできねえだろ、ほら。じゃあ。なんだこの地獄みたいな盤面、
対面ラビリンス相手にこれ形成していい盤面じゃなくねこれ。あ、ラビリンス相手に形成していい盤面とちゃうやろみたいな話だけど、まあちょっとモンスター効果向こうがの方が良かった説はあるけどな、正直。まあいいや、多分魔法ってやっぱ使い方なんとかなと思うんだ。スティングバグもいるしね、スティングバグいるのめちゃくちゃでかいんで、はい、スティングバグゲーミングなんでこれ本当に。スティングバグがなんか一生なんか攻撃無効にしてくれるんで、てかやべえこれ普通に考えて、これ絶対今のナチュビ出す必要なったな。さすがにカメリアと、あ、やばい待って、あ、大丈夫だ、アリアス破壊できるわ、あぶねえ。これで どでかいの出してこられたらやばいわ。ごめんちょっと、あの今の絶対ね、あれだったわ、カメリアとモルクルケット残しておかなきゃいけないわ。あの後続がないわこれ普通に。スティングバグの効果使った後に後続がなくなっちゃう、これやばい。まあ、でもその場合はでもあれか、ミセスレディオンで出してパルキオンビートしたらいけるか。時計出てくるのは別にいいや、時計出てくるのは別にいい。もう相手なんかウェルカムトラップカード一生打てねえからな。アリアスだけめんどいマジで。あとアドバンス召喚、なるほど。オカメブマジいらねえな、今激いらねえな。殴ったら勝ちか。はい、さあ、ラビリンス、タグ、タグの効果使っていいぞ。まあどうせセットしたカード発動できないけどな。あ、でもあれだね、なんか今さ、家具からの姫出てきたら結構やばかったかもしれないね。これハンド強そうだな。エクストリオワンチャン出んじゃねえか。ナイカス発動、まあでも相手のあるか、手札によるか。これ裏ら結構重いですよねこのデッキマジで。あー、なさそう、裏らはなさそう。で、オカメブ持ってきて、まあ、とりあえず、ハルケショウのムーブは、オカメブとナエカスを、まあ、最初の方に使ってい、くことによって、まあ、展開を、伸ばしていくみたいな感じになるんですけども、でナチュルカメリアの効果を起動します。新生児を送ります。で新生児効果で、ナチュルモンスター持ってこれます。ちなみにさ、無効化できない魔法トラップにさ、超融合っていうカードあんだけどさ、ナチュルバンブシュートって超融合も打たせてないんだよね。マジ強くね。超融合さえも打ってなくさせられるんですよ。要は魔法トラップ使えないっていう縛りを、その相手プレイヤーに強いる効果だから、それがねマジで強いんだよね。でモンスター特殊召喚します。モルクリケット、はい、モルクリちゃん出していく。で一回ナチュビ出しですね、ナチュビ出します。でこれで魔法カードを無効に、まあ、じゃあ魔法カードっていうか、まあこの後ね、魔法トラップどっちも無効にできるバケモン出そうと思ってるんで。でナチュルモルクリケットはナチュルがエクスタカーが出てくると、墓地からなんか蘇るという効果が発動できますね。でさらに、森メザの効果を起動しまして、融合樹印生物地を墓地に送って、さらにデッキからまあこれだな、ムドラを送りながらモンスターを特殊召喚で融合樹印生物地が爆誕し、で融合樹印生物地の前に一旦ナチュルモンスターをアドバンス召喚します。はい、でこれで魔法トラップ使えません。で融合樹印生物地の効果発動、ナチュルビーストと自身を墓地に送ることによりナチュルエクストリオを爆弾させていく。うおー。魔法トラップお前使えねえし、魔法トラップワンチャンしょられても大丈夫だから、これでどっちかしょられても、どっちかで無効にできるんで、これは強いですよ、これは非常に強いって言っておこう。よしよしよし、これはめちゃくちゃでかい。魔法トラップ使うデッキになってほしい、マジで。ナチュルハル、ナチュルハルカゼ効果、これ墓穴打てませんから、ね、ちなみに。さあ、ナチュルの、ナチュルカメリアを特殊召喚。でナチュルカメリアが、特殊召喚に成功した場合、ナチュルカードを、1枚、墓地に送ることができるんで、これでナチュルの新生樹を送り、で新生樹の効果によって、さらにナチュルのハルカゼを持ってくる。で、相手がモンスターを召喚、特殊召喚に成功すると、ナチュルカメリアの効果によって、自分の墓地からナチュルモンスターが蘇生できるんで、モルクリケット出して、でモルクリケットでスティングバグとか、まあ、サンフラワーとか持ってくるって感じですね。
はい、あーみかんこじゃん。いやみかんこ完封できるんじゃない多分。そんなことないかな。みかんこ、あでもあれか、墓地から特殊召喚されるカードとかあるから、そういうせいな。一応その迷わし鳥とかが発動されると面倒くさいですね。みかんこ、ま、でも、ま、墓地にいないから大丈夫だ。風流は別に大丈夫。装備カード装備できなかったら多分あれでしょ、あの戦闘破壊できないのないよね。風流とかもうだって装備魔法なかったらただのゴミだから。いやこれいける、これはマジで。相手多分固まってるのはこれ多分デクナのカード、俺これなんか全部アゾディアでなってると思う、これ多分これでもめちゃくちゃ刺さってるはずほらな。いやそんな伏せカード意味ないから、そんな伏せカード意味ない、そんな伏せカードは何も意味ない。発動できるものはしてみろ。いや神ゲー、うわ何この春化粧、ザ・アルティメット春化粧デッキみたいな、ナチュラルデッキのはずなんですけどね、このデッキ。やべ、玉食用ブラフターやばい、普通に。世界が終わる、これは。世界が終わり、あ、世界が終わろうとしてる、これやばい。ちょっと待って、卵を引いてないっていう奇跡を受けろ。幻想のミサラサウルスの効果はやばい。卵を引いてないっていう奇跡を受けろ。卵を引いてない奇跡を受けろ。頼む。頼む。あ、アルゴサウルス。ちょっとやめてくれ。ああ、終わった。もうね、アルゴでね、卵破壊された瞬間、終わりなのよ、ゲームが、ほとんど。あー、ヘルカイとプテラジクか。なるほど、融合入ってるやつだな。なるほどね。そっちもね、ちょっと動画に僕はしようとは思ってるんですけどね、そのうち。ちょ、ラーズの方が、基本的には多分強いんで、あの、メインデッキにゴミが、あまり、あの、入れないで済むのでね。なんで、ちょ、僕は普通にその、普通の、融合軸じゃないほど今日の方が強いと 思うんですけど、まあ、融合軸の方はね、あのメリットがいくつかあるんで、フィールド魔法サーチできるから、その結構面白い動きができるタイプのデッキなんですよね。なんで、ちょっとその辺もまた動画にしよっかなと思っているんですが、ヘルホンドザウルスっていうモンスターが多分出てきまして、この後、まあ、ヘルカイトプテラ、ヘルカイトプテラ、OK。で、ヘルホンドザウルス出てくる、で、ヘルホンドが、融合召喚成功したのにフィールド魔法置くということがありまして、これ、裏ら食らないですしね、これ結構強いですよね。やばい、おい、それやばいぞ、京都ウォーターフロント、まずい。なんかやばい、なんかこれこの間もこんなような出てき当たったぞ、お前なんか流行ってんのか今。やばい、ヘルコンドザイルスで京都ウォーターフロントサーチする動き強すぎまろだこれ。あかんやつだな、さては。あーこれあかんやつだわ、これね、あかんやつかもしれん。まあ、何が出てくるかっていう話ですよね。まあ、そうなりますよね。マジでさ、ガメシエル無理すぎんだよな。普通のデッキガメシエル超えられんだわ。最近さ、なんかガメシエルに負けまくってんだけどさ、もしかしてガメシエル禁止っていう話ある？リュウ実況チャンネル、ガメシエルに負けすぎ問題発生しない？もしかしてガメシエル禁止？